けど。まあいいや、ちょうど休憩挟もうと思ってたし。あ、じゃあお菓子を食べながらお話ししようよ。私、お茶入れてくるね。そういえば、ルーシャ、公認錬金術師ってどれくらいすごいの？すごいってことは知ってるんだけど、詳しいことは分からなくてさ。おお、そうですね。公認錬金術師は錬金術師の唯一にして最高の資格です。年に1回試験が開かれるそうですが、合格者はせいぜい1人か2人ですので、公認錬金術師は並外れた腕前を持っているというわけです。年に1人か2人、そんなに珍しいんだ。ところで、ルーシャは公認錬金術師にならないの？資格とか好きそうじゃん。まあそうなんですけど、いろいろとハードルが高くてですね。試験会場が遠いのももちろんですが、道中で推薦状を集めなければいけないのが厳しくて。推薦状？何それ？公認資格を持った錬金術師の推薦状ですね。いわば公認試験を受けるに値するというお墨付きです。試験を受けるには3枚必要なんですが、錬金術師がほとんどいないアダレットさんね。お父様の話では、昔このメルベイユからも公認錬金術師が出たという話ですが、そんな人今はこの都にいませんし。というわけで、後任は諦めているんです。なるほどね。そんな試験に受かるなんて、師匠もフィリスさんも優秀なんだね。さあ行こう。私にお任せ。ふるさとの近くがこんな感じなの。よっこらせ。見つけた。調合で使えそうだね。どんなの作ろうかな。キック。スーちゃんの独断じゃん。痛かったらごめんね。俺に見とれな。
俺が代わりに。
爆だ。受けてみろ。受けてみろ。痛かったらごめんね。さらにかっこよくなっちまったな。相手してやるよ。よく狙って。お助けします。まずいまずい。受けてみろ。全力だ。
秘めたる力を受けるがいい。俺が代わりに。まずいまずい、全力だ。俺が代わりに。これを使って。守ってみせる。使って使って。始めよう。どれを使おう。これを使って。回復回復。全力だ。この材料、どう料理してくれようか。キック。ほらこれ役に立ちそう。見つけた。いいもの作れるといいな。キック。我ながらいい考えだった。
好物も取り出せればいいんだけど。近くにある面白そうな場所教えてくれない？面白そうな場所？一体何しに行くつもりですか？うふん、旅だよ旅。私の趣味はいろんな場所を旅することだからね。旅か、だったらうってつけの場所がいくつか。私の好奇心が炊き立てられる。ふん、今すぐ出かけたいな。ふずふず、でも依頼があるから我慢我慢。フィリスさんって本当に旅が好きなんですね。もちろん
広いお外を旅するのが昔からの夢だったからね。私の故郷って結構特殊みたいで、二人の年くらいまで一回もお外に出たことなかったの。え、一回も？うん、それでずっとお外に憧れてたんだけど、町の外に出てみたら想像してたよりずっとすごくて、お空は広いし風は気持ちいい、草の匂いは落ち着くし、地面はどこまでも続いてる。そんなお外にすっかり魅了されて今じゃすっかり旅が大好きになっちゃった。そうだったんだね。えビリスさん、旅の話もっと聞かせてもらえませんか？そうだね、私たち旅ってしたことなくて、昔から行きたいねって話はしてたんですけどそういうことなら任せてよ、いくらでもお話ししちゃうから。何から話そうかなお外の世界にはね、お出かけお出かけ、カゴに入れててさ、私どうしてですかって聞いたの。そしたらね、ビリスちゃん、お、うわしい。
そこまで笑顔で言われちゃしょうがないな。まずは偽りの夢かな。女の子が夢の中で冒険する話なんだけど、展開が秀逸なんだ。偽りの夢、展開が秀逸。メモメモ。あとは霧の語り部とか、ホラーものだから夜には読まない方がいいけど。霧の語り部、夜に読むとおトイレ注意。メモメモ。あ、空の踊り手も忘れちゃいけないね。純愛ものでこれがまた泣けるんだ。空の踊り手、読むときはハンカチ用意。メモメモ。なんだか嬉しいな。私のおすすめ、そんなに熱心にメモしてくれると。え、そうですか。私、いろんなことメモしておかないと気が済まなくて。へえ、リディちゃんって真面目なんだね。忘れちゃうよりはよっぽどいいと思うよ。ま、今のが最近の私的ベスト3。きっと気に入ってもらえると思うな。どれもそんなに高いものじゃないからさ、ぜひ読んでみてよ。はい、ありがとうございました、ドロッセルさん。うむ、ま、とったまま寝てた。リディ、終わった？逆にスーちゃんは本に全然興味ないんだね。それはそれである意味才能かも。なんだっけ。さて、どいつから調合してやろうか。
りなくなって。これで。おお、冷たい。これなら生物も腐らせずに運べそうです。それならよかった。これで美味しいケーキ食べ放題。お二人にはお礼をしなくてはいけませんね。さて、何がいいでしょう。そんなに悩まなくてもいいですよ。別にお礼なんて。いえ、商売人は信頼を大事にする職業。お礼を欠かすわけには。あれにしましょう。量販サービス開始。量販？何ですかそれ。そうですね、私には特殊な力がありまして。スーさん、何か物を貸してもらえませんか。ほう、じゃあこれを。ありがとうございます。てーやー。おお、二つに増えた。コルさんって手品師だったんですか。いえ、これが私の力。実は私、物を複製することができるです。物を複製？信じられない。そんなことができるなんて。まあ、めったにない力みたいですから。でも、いろんな方から好評をいただいているですよ。そりゃそうですよ。物を増やせるなんて便利にも程がありすぎますもん。コルネリアさん、その量販サービスぜひお願いしてもいいですか。ええ、もちろん。優先的に引き受けますので、バッチリ任せてくださいです。目的地は気の向くままに。
ゴブレットを作ってもらったんだから、もう割らないように気をつけなさいよ。この間は言い過ぎてごめんね。先輩、先輩。わっ、こら、抱きついてくるな。そのようです。あ、シスター、こんにちは。こんにちは。パメラは本当に素晴らしいシスターですね。後輩のミスをかばいつつ、人間関係に配慮した上で問題の解決を図るとは。ほんわかしているので、つい騙されてしまいますが、なかなかどうして彼女はしっかり者だと思います。実はって言っちゃうと失礼ですけど、パメラさんって頼りになりますよね。そうだね。まあ抜けてるところはとことん抜けてるけどですが、それも彼女の魅力。彼女の魅力ではありますが、やはり見たいですね。もう知らないっと。かゆいところに手が届く感じだし。お母さん？あ、間違えた！パメラさん、パメラさんの店。スーちゃんったら恥ずかしいな。うねねねね。あ、私としたことが痛恨の間違いを。でもそう呼び間違えちゃうのもわかるな。パメラさんって優しくていい匂いで、なんとなくお母さんみたいな雰囲気。
ち。うん、そうなんだよ。実は前からパメラさんのことお母さんみたいだなって思ってて。触れるとぴったりくっついちゃうの。まあよかったんじゃない？手袋に珍しいって思われたみたいだし。ちょっと笑ってる暇があったら助けてよ。取れない、取れない。水につければすぐ剥がれるんだけど。面白いからもうちょっと眺めてようかな。なくて魚を食べるために釣り糸を垂らし続けた苦い日々。ついたあだ名がメルベイユの川釣り姉妹。釣り竿を七に入れちゃったからずいぶん長いこと釣りはしてないけど、あの頃磨いた腕はまだ衰えちゃいない。今日から震えて眠るがよいぞ。
Thank you.